加田幸子君あ立たなくていいんですねあの、壁水会の加田幸子でございます、えー、お三方の皆さん長時間もうこんな時間になって大変お疲れだと思いますが私が最後ですので15分お付き合いいただきましたら壁水会の加田幸子でございますあの皆さんの中でかなり議論が深まり広がっているんですが私はあの表現の自由と 今の若い人たちの社会意識法順守の意識との関係を皆様大学の現場で教鞭をとっておられますので是非教えていただけたらと思います。と申しますのは私はあの大学で教鞭もとっておりましたし社会学でそれからまた自治体であの行政もしてきましたけど。 今の日本がここまで国際的に出遅れてそしてこの後も大変あの希望が持ちにくい社会になっているのはやっぱり一人一人人の力が国際的についていってないいててっなこととだろうと思います。それは一つは女性を軽視してきたという問題それからもう一つはやはり若者子どもが生きる力が弱くなっているんじゃないのかということで。あの 表現の自由とと関わるところで是非山田委員に今日の資料の後ろのページに「表現の自由の限界」という図を限界モデルを書いていただいてるんですけどこれとっても社会学的に分かりやすいなと思ってちょっとコメントいただけますかお時間がなかったので説明がなかったと思うんですが。 あのこの表現の自由限界モデルについてはあの最初の発言の中でもあの説明させていただいたというふうに理解をしているんですけどもあの基本的にはこの太い線表現の自由の限界というのがですねはっきりしていればいいんですけども表現の自由の場合にはこの限界線がギザギザであったり薄かったりあるいは時代によってですねこうもやもやっと半分消えてしまったりと。 いうことがあって、まあ、それがためにこの,この図で言うならば丸んにあるようにどうしても、えー、自制あるいは萎縮をしてです、ね、本来言ってもいいことまでいかずにです、ね、手前で収まってしまうということがまま,まあるとでそれをで,す、ね、できる限り避ける必要がある場合もある確かに今日議論がされているようにですね、誹謗中傷の議論については自制してくれた方がいいわけですよ。 これは自制した方がいいんです。だからこの,、えー、この自由のモデルで言うならば、自制が大事な場合もいっぱいあります。僕らも面と向かっては言うなめ見とこうねっていう形で,です、ね、言われることの方が多いくらいですよね。けれども、えー、こと、えー、逆に自制をさせないようにしなきゃいけない場合もあるんだと。 それが今日うお話ししてきた批判の自由にかかる部分であるいは弱者から強者に対する心の叫びの部分でそういうの部分に関してはできる限りそり限界線を超えてもいいんだよという手を差し伸べるような工夫をです、ね、社会にしていった方がいいと。 あるいは今回の侮辱罪で言うならばえ基本的にはこの曖昧さっていうのをむしろ大事にしてそれによってえ今言ったような批判とかあるいは心の叫びをですね一定程度許容するような社会はがこそが民主主義の懐の深さだというふうに理解をしています。際ですね学学生生ののの方が今今話で言うならばむししろ今はとってても萎縮して あるいは自制して、えー、基本的には言わない方が一般的ですね、なんとなく今の学生って SN、SNS でもう好き放題言ってるっていう雰囲気がありますけども、実際はそうじゃなくって、社会全体の空気としては、言わない方向、あるいはこの丸さんの自制をする方向、傾向がむしろ強まっているというふうに言ってもいいんじゃないかと思います、以上です。 まさにこの3のところが自制をするそこに今回のこの侮辱罪の強化は6のところで行政なり法律なりあるいは社会全体としていわば手前で忖度して発言しないようにするこれが私は社会学者としてとっても気になるところなんですね。で内閣府が日本のの若者の意識調査を国 再比較をしておりますで最新のは2018年平成30年なんですけど日本韓国アメリカイギリスドイツフランススウェーデン、まあ、インターネット調査で回答数も1,000とか1,100ぐらいなのであの国全体ではないんですけれどもこの若者の意識調査いつも私は大変気にしておりましてと申しますのはあの日本の若者 大きな特色としては自分に自信がないという割合が圧倒的に多いんですね韓国アメリカイギリスドイツフランススウェーデンすべてにそれから自分には長所がないというのも多いんですそれで自分は役に立ってないと思っている で特に私はその社会感覚とかあるいは政治参画のところでとっても気になっているのがあ例えば今の個人の自由の問題ですけど他人に迷惑をかけなければ何をしようと個人の自由だという比率が日本は15.7%。 これ韓国38.6アメリカ50.2%イギリス43.7ドイツ39.8フランススウェーデンも高いんですねだからあの個人の自由ということはもう今の若いあの若者は本当に制約を自らが課している、えー、山田先生の言われるこの3のところなんですね。でそのことが実は、えー 政治や社会への関心の低さにつながっていて分かりやすく言えば社会をより良くするため私は社会における問題の解決に関与したいと思う学生あの若者日本たった10.8%です。韓国がが29.9% 43.9%アメリカこの辺りがその投票率とか政治 三角への意識につながってくると思うんですけれども。それであのお三方にすでにあの山田参考人にはお答えいただいているんですけれども。あの今井参考人に今まあ大学で教鞭とっておられて、この日本の若者のま自信のなさ。 満足感ののの低ささそして社会的発信力の意思の弱さこういうところに今回のこの侮辱罪とか強化をすることであるいは表現の自由に足かせをかけることで日本の将来に危惧を持ってしまうというような懸念は過剰でしょうかそれともそういう懸念があるでしょうか。今今井井参参考考人お願いします今井参考人 はい、あのちょっと考えたこともないご質問なので、どう答えられるか分かりませんが、まあ、学生さんがです、ねまあ、この20年以上に分かるデフレの中で育ってきた方ばかりですから、やはり、 私たちが育ってきたように日本に明るい未来を見ていないことは事実ですでその時にうっせきしたのが表現を自粛するのか逆に今回の事件のように SNS だからといって過剰に走るのかそれは分からないですねむしろやはりその自由、うん、外面を整えているがためにスマートフォンに向かって自分の内面が発揮されて無,無軌道に走ることもありえますのでそういった意味では刑事法というの観点から見るとこういう規制を作っておく必要はあるのかなと 改めて思った次第でございます加田由子君、はい、同じ質問を山田参考に、いかがでしょうか山田参考に、はい、あの今、あの使いになった言葉をあので,での話をさせていただきますと、この若者の、ね、現在の、まあえー、弱いところっていうのは、社会的な関心が十分持ててない、あるいは、えー、その知った出来事に関して、想像力が十分に働かない。 でその上で,です、ね、なかなか行動に移せない状況があるんだというふうに思います、すなわちその関心、それから想像力、行動力という、この3つの,です、ね、あの観点が大きなポイントでして、実際、きちんと社会の状況を理解して、相手の立場について想像ができれば、その誤った行動する比率は、というか、その状況はですね、ぐっと低くなる。 これはあの私たちのジャーナリ教育の中でも非常に明らかな効果として見える部分でありましてでそれからするならばじゃあ一体今回の,そのいわゆるネット上の誹謗中傷対策として何が必要なのかというのはそういう関心を持つことも想像力を何て言うかな授業することも止めて上から押さえつけるんじゃなくってむしろきちんと学生に自主的な判断をさせていく。 若い人たちにですね、いろんな物事を考えてもらうという社会づくりあるいは教育のあり方というものをですね、高めていく必要があるわけでして、まあ、それこそが現在今、まあの国としても力を入れてらっしゃる情報教育あるいは情報リテラシー教育につながっていくものだというふうに理解をしています。以上です。加代裕之君。ありがとうございます。石塚参考人、今の質問いかがでしょうか。石塚参考人、あの僕いろいろ今日も。 発言させていたただきましたが小学校1年生の時にですね入学式の時に並んでてここのとこ石塚の図っていうのが「巣に点々」だったんですよで嫌で嫌でしょうがなかったんでそしたら内堀先生っていう先生がですね何か分かんないこととか嫌なことがあったりとか言いたいことがあったら言いなさいって言ったら「はい」って手ってあげてですね「の僕の図は巣に点々じゃなくて「巣に点々です」って言ったらっ直してくれたんですで僕それ以来ですね あの、わかんないことがあったり、思ったことがあったり言うことにしたんです。で、それは僕の育った時代の、その民主的な自由な空気の中で、私は発言することに関して、内堀先生からメッセージをもらったんですね。で、それを今回、あの学生たちでゼミでやってみても、やっぱり誹謗中傷はいけないと。非常にこう、大人の意見が出てきます。で、今回、こういう。 新たな法を作ることがですね。メッセージとして若者たちにですね。黙れって伝わるのが怖いです。言っている内容が何であれ、ひとまず黙っときなさい。あのゼミでですね。あの意見求めても喋らないので、どうするかって、ね、いろいろ考えましてね。line でですね。質問がある人 line に書いてっていっぱい出てくるんです。つまりですね。彼らは line だとか sns 上は？ 彼らのの発発言言したいいこととを匿名性の中ででする場であるる場ああう側面もあるんです。で、それを完全に奪ってしまっていいのかという問題はあの今先生おっしゃいましたようなこれからの学生たち若い人たちをどう育てていくかというときに真剣に考えなきゃいけないことだと思うので、えー、じっくり議論するんで今回何か決める問題ではないと思います以上です。 和田幸子君ありがとうございます私もあの、まあ、自分も子育てをしまた自治体で教育子育ての責任を持ちそして今の若い人たち大学でも本当に自制心が強すぎるというか私たちの世代の時はもう政治ガンガンやってましたから自分たちがそれから比べると本当に自制心が強すぎてそれがこう社会全体の あの活力低下にそして国際的な問題にもつながっているのではないのかとで今あの石,石塚参考人が言っておられたように本当にこう発信力を社会化して匿名ではなく出せるようなそれはやっぱり。 あの全体のサポートだと思うんですねそれはアメリカ社会に私もいましたからそういう意味でアメリカヨーロッパの方がずっと強いわけでそこを日本が今回の法案で、まあ、どさくさまぎれに <laughs> こういうことを入れるのは私もあの大変懸念を感じております。それから最後に1つこの間川越少年刑務所 にあの視察をさせていただいて本当に皆さんがあの石塚先生が言われるようにあの現場で、えー、頑張っておられる皆さんの,その今の少年刑務所の再犯防止などの、まあ、自主的なサポートに対しては、えー、このまま行ったらいいのかあるいは私たちがもっと学ぶべきことがあるのか少し逆に示唆をいただけたらありがたいです。石塚参考 現場はあの努力されてますし、えー、努力を否定するものではありません、えー、少年院における処遇の適切性は成人においての犯罪率の低下という形で出てきますで犯罪はものすごく減ってます少年の犯罪は5分の1から6分の1ぐらいまで減ってしまっていますでこのことがいいのかどうかっていうのは一つ大きな問題ではありますそれと,、えー、と処遇プログラムですが 聞きません。大して聞きません。あの何かの処遇をしてですね、50%以上聞いたら、そんなの怖いです。大体いい10%から15%ぐらいの効果があれば、それは効果があったということになります。どうやって調べるかというと、その処遇をしない人とする人と、えー、比較対象して、再犯率を比較するというような方法しかありません。ただ、日本ではこれはできません。 なぜかというと、人権を侵害するからです、やればいいと分かっていることはみんなにやります、ワクチンの,あの検査でもです、ね、効果を測定するときに、海外みたいに2つ使って使わないので比較するのって日本はできないじゃないですか、やっぱり日本の枠組みの中で何が効くのかということを考えたときに、今の努力は一定程度、働きかけとしては構想していると思うので、この努力をこれからも継続していくという必要はあると思います。以上ですあ片井彦君、はい ありがとうございました。時間になりましたので、お三方どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。以上をもちまして、参考人に対する質疑は終了いたしました。参考人の皆様に一言、御礼を申し上げます。参考人の皆様には長時間にわたり、貴重なご意見を述ぶお述べいただきまして誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。大変にありがとうございました。 本日はこれにて参加いたします。